虫がたくさん、そして僕はおじ
ごいでしょ、これ取れたんだよ、虫が。オーケー、セミ、ジミ、ジミ、セミ、ジミ、コオロギ、タチコギ、コオロギか、コオロギ、タチコギ、俺の子分、カナ分、子分だね、クワガタ、体硬、どっか行けー。イエーイ、嬉しい。子分がいるの羨ましいね。子分だけどね。さあ、では判定に参りましょう。9月チャンピオンを決めるのはテレビの前のさあ、先攻一号高校ジョイマン、面白かった方に表示中の二次元コードから今すぐ投票してくれ。おはとものみんなは保護者の方に手伝ってもらってちょうだい。さあ、おはともがチャンピオンに選ぶのは果たしてどっちなんでしょうか。みんなの一票が運命を変えちゃいます。さあ、そして投票中にこちらをお届け、新コーナー、辞書を使った語彙力バトル。簡単。お題に合った言葉を辞書から見つけ、その言葉がいかにお題に合っているかどうかプレゼンして勝敗を決めちゃうよ。選ぶ基準はみんなの自由。さあ、辞書を引いて新たな言葉と出会おう。辞書の準備はできてますか？できてます。バッチリ。さあ、今日調べてもらうのはこちら、おから始まる怖いものです。王から始まる怖いもの。まず王だね。王のところを開いて、ね、落ちぶれるとか、ね、怖い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 ね。これ一番怖いの見つけたいな。見つけたよ、見つけた。戦争っぽいな。ということで、ネネが見つけた王から始まる怖いものがこちら。じゃあ、お席。悪いことをした時に罰を加えて懲らしめること。怖いでしょ、怖いでしょ、怖いよね。ネネよりすごい自信あります。じゃじゃん、大口を叩く。いやー、怖いよ、超怖い。確かに偉そうなことを言ったり大げさなことを言ったりする。で、これあの例文があるんですけど、実力がないのに大口を叩くのではない。ほっとする。自分の大口を叩いちゃったら怖いなってこと。そうです。さあ、そしてラストはスバニー。思わせぶり。怖い、怖いよね。怖いね、確かに、これ怖いな。私、顔が濃くてふくよかな男性が好きなのって言われて、あ、ちょっと待って、それスバニーのことじゃないと思ったら全然違ったとか。ちょっと雰囲気が違う、怖い言葉だね。さあ、それではどの言葉が一番怖かったか、今回はスタジオのおはスタサポーターに聞いてみよう。はい。さあ、みんなが一番怖いと思ったおから始まる言葉、誰のだったかな。それではみんなに一斉にオープンしてもらいましょう。どうぞ。その他のみんな教えて。スバニー、リット、ネネ、ネネ、ネネ。ネネが一番多いね。そうか、なもうみんな思わせぶりなんだから。じゃあまたスバニー頑張ってね。頑張ってる、うん。まあ、とにかくやっぱ紙で調べるとさ、その目標の言葉以外のものも目に入って、なんか覚えられたからすごくいいなって思いましたよ。確かにね、うん、おはたものみんなもおから始まる怖いもの辞書で調べてみてね。さあ、時刻は間もなく7時14分ってことで、ね、怖い時間だね。9時、学校遅れちゃうよね。さあ、てなわけでこれをね、踊れたらめちゃくちゃ人気者になれちゃう曲、いってみましょう。ミュージックスタート。
し。楽しく学んで楽しく身につく小学館の幼児教室ドラキッズ。朝だ、お茶漬けだ。みんな走っちゃう。抜けが走っちゃう。抜けで頭抜け。小学校でバズらせたい。芸人考案のゲームがバズるかバズらないかはおはたまたちの多数決で判定。おはたまの心をつかむことができるのか。今回のバズらせたいメンバーは何個かの何か食う南極のにゃんこ。週刊少年ジャンプのキャラを使った早口言葉のコーナーでも活躍中の大谷健太さん。考案したゲームは即興早口ワードバトル。5対5の2チームに分かれ、50音の中から相手チームに出す早口言葉を作成。一つ一つのひらがなを組み合わせることによって即興の早口言葉が誕生。相手チームはその即興早口言葉を3回連続で言えれば OK。判定は大谷さんが行い、成功人数の多さで勝敗が決定します。まずワードをチョイスするのはケモちゃんチーム。どんな言葉ができるのかな。おー、それではフリップオープンしてください。はい、ふひへわむ。おー、ふひへしへわむ。果たして石ちゃんチームは何人成功するかな。どうだ。3、2、1、GO。
分かったら手挙げてね。おう、ともあきくん最速正解。うわ、かっこいい。しずねちゃん正解。2人とも正解。あっぱれ。マジ？ちょっと焦るって知る？お、はい、おいで。はい、ありがとう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。